はあ、そろそろ疲れてきたな。1時間も喋ってられへんな。1時間ってすごいな。学校の先生とかマジでなりたくないわ。学校の生徒の時学校の先生のことマジで頭おかしいなと思ってた。いや、その、話聞学校の授業聞いたことなさすぎて、だから、まあ、聞いてる人もいるんやろうけど、すごいよな。でも、たまにいるじゃないですかその。ほんまにあんま誰も聞いてないのに喋ってる。喋ってるってかまか、まあ、授業やから当たり前ないけど、その、 みんなが聞いてない授業を毎日するって結構多分なんか、発狂寸前になるようなことのような気がして、だから、ま、やってみたら人ってなれるんですかね。この YouTube もだからなんか何千人見るって分かってるから喋れるけど、だって学校の先生って30人しかいいん教室で、その話下手で聞いてもらえへん先生やったら、 15分とかでいや、ないやなんか大変やろうなって思う、めっちゃ。ストレスとか。やばいやろ。しかも同じ内容せんなあかんからさ、授業って。1日で4クラスで授業するってなったら、同じ内容を4クラスで話して、それ飽きてくれやろし、絶対。俺、YouTube ですら撮り直しなるの嫌やもんな、なんか。その、まあ、今普段、今日は編集してないけど、普段やったら、 言い間違えたりしたら、一回言い直して、カット編集で、その、噛んでない方を採用するみたいなよくやってるんですけど、それでもなんかなんで同じこともっか言わんなあかんねんっていう気分なんのに。